RMCA チャンネルをご覧の皆様こんにちは、田丸誠の個人と企業の民間防衛、第20回となります。本日もですね、弊社のスタッフ笹岡君とともに皆様にお送りしてまいりたいと思います。今回はナイフによる事件が続いておりますので、その辺の対処法とともにですね、見解などについて考察していきたいと思います。それでは笹岡君、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと皆さんに振り返ってもらうために事件の概要を軽くご説明させていただきます。はいはい、お願いします。去年のですね、10月31日の夜8時ぐらいにですね、総合中の京王線特急列車内で、乗客の24歳の男がですね、刃物で、他の客を切りつけ、液体をまいて、放火し18人に重軽傷を負わせたと、そんな事案でありました。はい、男は、もちろんですけど殺人未遂の現行犯で、逮捕されました。犯人の動機をちょっと振り返ります。はい、交友関係はうまくいかず大量殺人を計画。小田急線の事件をきっかけ、または参考にしたと。はい、連鎖してるわけですね。連鎖してやっぱり模倣犯というのはですね、はい、これからもあったりすると思うんで、やっぱりその模倣犯が何かを犯したその場にですね、偶然居合わせてしまった時の、はい、こう気構えとかね、あるいは対処法なんていうのはやっぱり皆さん興味があるんだろうなと思いますんで、今日はその辺を中心にお話ししていけたらと思います。はい、犯行の使用品についても参考まで、刃渡り30センチの刃物、2リットルのオイルライター、殺虫剤なんかを使ってますね。犯行場所は、ご存知の通り電車の中なので、ほぼ密室に近い、状態ですよね。動く密室みたいな感じで、動くだけに飛び出せないみたいな、結構こうなんて言うんだろう、クローズドなシチュエーション、そんなところで、危険な目に遭った場合どうするのか、というようなところでしょうかね。はい、そうですね。では早速お願いします。はい、では今、ご説明あった状況ですね。電車の中でナイフを持った人が襲いかかってくるような状況ですね、の具体的な行動ですね。まず一番大事なことは、前回の動画でもお話しさせていただいたんですけど、そうですね、19回ね、19回ですかね、19回の時の、はい、まずは気づくことです。兆候に気づくこと、なので、知覚、人間本来の機能、知覚を使って、まずは異変に気づく、それが一番、それが始まりです。大事ですね。はい、知覚というのは視覚、聴覚、はい、その他、はい、全てを使って、その異変に気づくと、いうことでよろしいですかね。で、はい、電車乗ってます、はい、五感を働かして、はい、異変を察知しますと。はい、じゃあまずはその異変に注意を向けてください。注意を向ける、はい、注意を向けてどうするか、距離を取るす、距離を取る、距離を取るのが大事です。距離を取れない場合、まだ具体的に怪しいなと思うだけであれば、状況にもよるんですけど、はい、距離を取らずにそのままいてもいいんですけど、はい、注意は向けてください。はいはい、感覚としてこれは何かあるかもしれないというような意識を向けておくということです。そうです、よろしいですね。はい、はい、そうです。例えば、明らかに挙動不審、はい、行動をしている人がいたり、はい、あとは、そういう、そういう挙動不審な方がいて、はい、大きなバッグを持っているとか、はい、ポケットがやたら膨らんでいるとか、あとポケットに手を突っ込んでいるとか、両手を隠している状況ですね。両手を隠しているような状況ですね。はい、単純に日常生活で、はい、こんな人いないな、はい、っていう、ような、ような服装だったり雰囲気だったり、ね、態度だったりという、はい、
そういう人物などがいた場合ということですかね。そうです、はい。でその人物がですね、はい、ポケットから例えばナイフを取り出した、はい、どうするか、はいはい、絶対近づいちゃダメです、はいはい、まずは距離を取る、距離を取る、距離を、はい、距離を取るのが大事です、はいはい、ナイフは近くにならないと相手を殺傷することできないです、はい、ライフルであってライフだったり拳銃であったら別なんですけど、はい、ナイフは距離を取ってれば傷をつけられることはないので、はい、まずは距離を取る、はい、で距離を取りつつ次何をするかというと、はい、何でもいいんで物を持ってください。なるほど。それは例えば傘だったり、はい、カバンだったりリュックだったりでよろしいんでしょうか。はい、はい、何でもいいです。身の回りにあるもの、はいはい、バッグ、はい、社長が今おっしゃったように、はい、バッグであったり本であったり、例えば自分が持ってる携帯握るだけでも違うんですよ、はい、まあ、夏なんかだと何も持ってない可能性ありますもんね、はいはい、携帯何に使うのって言われたら本当に身の危険が危ない場合は投げるっていう行為もできるんですよね、はい、最悪、うん、ね、相手の顔面に対して投げるっていう、はいはい、何もないよりは何かを持った方がいいです、はい、なるほど、はい、何かを持ってシールドに使う、はい、あとは距離を取ることに注力するっていうのが大事ですね、はいはい、でその後、はい、まあ、そんな状況でももし追い詰められちゃった場合、はい、なんていうのはどうしたらいいんですかね。例えば追い詰められちゃった場合は、はいはい、うかつに背を向けないことが大事です、はい、うん、なるほど、はい、背を向けない、はい、背を向けずに相手に対峙してシールドする距離を保つ、はいはいはい、でどうしても逃げられない場合は、はい、やっぱり戦う気概というか、はい、姿勢を見せるのが必要な状況もあります、はいはい、確かに最近は、はい、徒党を組んだテロというよりかこの日本国内に限りますけど、はい、個人でそういうふうに、はい、こう被害妄想であったり、はい、自分の思うがうまくいかないというようなことから犯行に及ぶような人間が多いということであれば、誰かがそうやって立ち向かうではないですけども、相手に対してそういう気概を持って対応することで仲間がね出てくるなんていう期待もできるというようなことですよね、はいはい、なので、何ですかね、凶悪犯に対しては、はい、逃げられない状況であれば気概で負けてはいけないといけないんですよ、はい、ちょっと表現違うかもしれないんですけど、はい、自衛隊の時の経験ですけど、はい、建物に突入して犯人を制圧する、はい、そういう任務を私、任務というか、まあ、訓練というか、はい、経験、まあ、担っておられたっていうことですね、はい、なってたんですけど、はい、その時に大事なのは、はい、部屋にエントリーします、はい、銃器を持った犯人がいます、はい、やっぱ最終的には威圧的行動、はい、気概で相手を制するそういう気持ちが大事なんですよね、はいはい、で今日は具体的にはご説明できませんが、はい、声であったりその姿勢で相手を圧倒して、はい、相手の行動を制するというか、はい、戦意を装置させるっていうのも戦いにおいては大事で、今回の事件は戦いではないんですけど逃げられない状況であればそういうふうな気概で相手を制するっていう姿勢も非常に大事なのかなと、はい、大事であり有効だということですね、はい、背を向けるよりかはもうそこまで来た場合にはやるということで、はい、仲間もこうしてくれるだろうし、はい、まあ、1人に対してあれば5人、はい、10人と仲間が、ね、こう増えてくれれば、はい、第三者は免れる可能性が高まるとこういうことですかね、はい、そういうことですね、はいはい、まあ、あと個人的なことになるのかもしれませんけど、はい、個人個人がやっぱり心身を鍛錬しておくということも重要でしょうかね、はい、そうですね、はい、まあ日頃ですね、はい、時間があればですけどね、まあまあまあそうですね、自分を鍛える時間があれば、はい、
自分の身はですね、はい、特に成人男性であれば、はい、自分の身を守れるぐらいはの体力はつけておくべきだということですね。つけるのも一つの、自己防衛につながりますんで、はい、はい、大事なのかなとは思いますけども、はい、まあ20回としてはこんなところでございます。皆様いかがでしたでしょうか。ナイフを持った相手に対する対処法でした。それでは、はい、またご視聴いただけたらと思います。今回はこの辺で。ありがとうございました。ありがとうございました。